品野鉄道線。信濃鉄道線は、長野県北作郡軽井沢町の軽井沢駅から、長野県長野市の品野井駅までを結ぶ品野鉄道の鉄道路線である。元は、国有鉄道、関節鉄道、鉄道院、鉄道省、日本国有鉄道、国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の新越本線の一部で、 1997年、平成9年10月1日に、北陸新幹線高崎駅長野駅間、2015年3月14日の、金沢延伸前は、長野新幹線と通称が開業した際に、JR 東日本から品野鉄道に、経営分離された区間である。なお、品野鉄道では2つ目の路線として2015年、平成27年3月14日に、 長野駅明光高原駅間の北品の線を開業、JR から経営分離させているが、道路線について名称の変更はなく、案内上も変化はない。線内の営業列車は普通、快速列車のみとなっている。人件費削減のため、品の鉄道の115系にワンマン対応の工事を施した上で一部列車ではワンマン運転を行っている。ワンマン運転は、 運賃を車内で収受せず、駅で運賃を収受する運転士がドアの開閉、自動放送のみを行う都市型を採用している。2004年、平成16年1月から軽井沢小諸間で開始されたのを川切に順次拡大され、2013年、平成25年3月16日からは一部列車を除いて長野までがワンマン運転区間となっている。 おおむね1時間に1から2本程度運行されている。品野鉄道線全区間を運行する軽井沢駅、信濃井駅新越本線長野駅間の列車のほか、軽井沢駅小諸駅間及び、小諸駅、上田駅、徳良駅新越本線長野駅間の区間、運転列車がある。信濃井駅で折り返す列車の設定はなく、徳良駅北へ向かう列車は全て、 新越本線長野駅までそのまま直通し、品野鉄道の乗務員が JR 線内も通しで乗務する。かつては小室駅長野駅間の一部列車に JR 東日本所属の115系電車が使用されたが、この場合も品野鉄道の乗務員が JR 線から品野鉄道線を通で乗務していた。北品野線との間では小室駅と明光高,高原駅との間を 長野駅で列車番号を変えて直通する列車が下り2本上り1本設定されている。2010年平成22年8月から沿線自治体などからなる品野鉄道活性化協議会により沿線自治体や国からの補助金を活用して軽井沢駅小諸駅間において列車増発上下計13本の地14本の実証運行が開始され、 軽井沢駅での長野新幹線との接続改善等が図られた。2011年、平成23年度末で国からの補助金は終了したものの、当該区間の輸送密度の向上に一定程度効果があったとて、2012年、平成24年度以降も、沿線自治体の補助金で増発の実証運行は継続されている。快速列車は2017年、 平成29年3月改正時点で、下り列車は、軽井沢発長野行きが2本、上り列車は、長野発上田行きが1本、と休日運休、長野発小諸行きが1本運転されている。停車駅は駅一覧を参照。これとは別に、いわゆる通勤ライナー的性格の列車として、上田駅長野駅間をノンストップとしているものがあり、朝に小諸発長野行きの、 シナノサンライズが1本、夕方以降に、長野初上田駅の、シナノサンセットが2本、土曜、休日は1本のみ運転されている。このほか、2014年、平成26年7月11日から、土曜、休日中心に観光列車、六門が、軽井沢駅長野駅間で降り2本上り1本、運転されている。駅に隣接する、 輸送所への貨物列車が平日に、篠ノ伊坂機関に3往復、1往復は臨時列車運行されている。JR 貨物は西上田駅まで事業免許を有しているものの、2014年、平成26年3月改正時点では、西上田駅発着の定期貨物列車は設定されていない。2008年、平成20年3月までは、 塩尻機関区篠野井派室の電気機関車 e f 六十四型レイバンダイの牽引で運行されていたが三月改正以降は高崎機関区のアニ百0 0系及び e f 六十四型千0 0バンダイ同形式については十年平成二十二年三月改正以降愛知機関区所属の牽引に変更された二千十二年平成二十四年三月十七日のダイヤ改正に 伴い、長野駅軽井沢駅間の直通列車が増やされた際に、品野鉄道所属の115系を使用した、相性付きの快速列車、快速軽井沢号が一往復運行されるようになった。停車駅は、長野駅、川中島駅、篠野井駅、八代駅、戸倉駅、坂木駅、上田駅、大谷駅、田中駅、小室駅、三代田駅、品野大岩家駅、 中軽井沢駅、軽井沢駅であった。しかし、2014年、平成26年3月15日のダイヤ改正で、上りの一本が小諸駅の理科への普通列車となり、下りの一本も相性なしの快速列車として運行されるようになった、ため、軽井沢号の相性は廃止された。以下に示す車両は共に電車である。 品野鉄道線の近年の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。 品野鉄道線の近年の収入実績を可表に、記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。 篠ノの駅を経由するすべての列車が、JR 新越本線長野駅まで乗り入れる。そのため、JR 新越本線篠ノの駅長野駅間も、閉域している。品の鉄道としては、自動改札機は、未導入だが、乗り入れ先である JR 東日本が、篠ノの駅と長野駅に導入しているため、乗車券は、時期券で発行される。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。